松田学です。ニュース解説。今回はですね、日本国内の政治と経済ということで、ま,あ、まずはあの政治の方でですね、あの政治資金の問題、パーティー系の問題ですね。この問題はもう触れざるを得ない問題ですね。えー、まあそれと、まあ、これからの政局の見通しどうなっていくのか。えー、またですね、あの 税制面でいくつかいろんな動きがありますので、それにも少し触れて、政策にも、面にも少し触れたいと思いますが、ええ、まあその他にもいろんな話題があります。ええ、で、経済の方もですね、ああいわゆる日銀の金融緩和政策転換なのかという、そういう記事も少し出てきているので、まあこのあたりをご紹介しながら解説を加えてみたいと思います。まず、政治の方ですが、 えー、自民党派閥のですね、政治資金パーティー権問題、えー、安倍派、政和政策研究会から <laughs>、キックバックを受けて、裏金にしたとされる所属議員の秘書たちを、東京地検特捜部が任意で事情聴取していると。えー、派閥からの官流で少なくとも数千万円を受領した所属議員がいたと見られることも判明していると。えー、特捜部は政治資金規制法違反、 これは不記載、虚偽記入の疑いで捜査をしているということです。えー、受領額が多い議員を抽出して、まあ、あの、なんとも12月13日に国会が閉会するんですね。で、閉会後ですね、一斉に聴取するということですね。えー、安倍派の一部議員がパーティー券の販売ノルマを超えた分を派閥に送金せずですね、えー、手元にプールする運用をしていたことも関係者への取材で分かった。まあ、売れたんだけれども、派閥の方に もう,もう、あの、この資金を出さずにですね、自分のところで、まあ、ポイポイしちゃったっていうですね、<laughs> そういうことですね。えーで、資金収支報告書に、そういうケースもあると。資金収支えー、政治資金収支報告書に記載していなかったと。これが問題なんですね。えー、キックバック以外に、裏金化する,化する手法というのも新たに、今言った手法が判明したと, <laughs> ということですね。で、販売ノルマを大幅に上回る議員がいます。一方で 達成に苦労する議員もいるということで、多く販売した年にノルマ分以外を保管し、翌年以降に穴埋めをしていたという話もあるそうです。自民党の各派閥のパーティー券はだい1い1枚2万円というのが相場ですが、当選回数や閣僚経験などでノルマの枚数が多くなるとされているようですね。このノルマを達成するって結構大変なんでしょうね。 岸田総理は12月6日、自民党本部で麻生副総裁、茂木幹事長ら自民党幹部8社の緊急会合を開きまして、政治と金の問題、政治政策集団のパーティーを巡り、指摘があり、結果として国民の政治への信頼が揺らいでいる、党としても強い危機感を持たなければならないと述べたということです、ね。その上で、政策集団、いわゆる派閥のリーダー、パーティーは、党としての信頼回復の取り組みを え明らかにするまでは開催を自粛さらに年末年始の派閥の行事も自粛することを申し合わせ徹底することを確認したと総理は述べたとえ自民党が12月6日派閥主催の政治資金パーティーを辞職する方針を申し合わせたのはですねえ派閥による事実関係の全体像が見える目処が立たないためであるとされていますえ今回の対応は遠ざしの日の印象が上ないということですね 茂木幹事長はですね、岸田総裁から党執行部に至急集まってほしいとの話があったと説明しています。衆院からは茂木氏のほかに麻生さん、萩生田政調会長、森山総務会長、小渕選挙対策委員長、参院からは関口参院議員会長、世耕参院幹事長が出席したということです。こののの会会会合で岸田さんは年年年年末年始の派閥の忘年会や新年会などが自粛する 問題点や原因が明らかになり再発防止策を取るまでの間は派閥パーティーを自粛するこの2つの点に関して方針を示しましたキックバックを受けた所属議員は安倍派で数十人程度に上ると見られるようです12月6日に派閥パーティーの自粛を打ち出したのはですねこの問題をめぐる報道が相次いで総理の指導力を求める声が高まったためだと言われています野党は自民党の派閥の政治金パーティーをめぐる疑惑を 追及する方針ということで国会残りの期間はこの問題で相当野党が追及するともうご覧になっている時はもうしているかもしれませんえ岸田さんはですね一部の派閥の問題ではなく党全体に対して国民から厳しい目が向けられていると期間をあらわにしていますえ再発防止策については問題点や事案の概要が完全に分かっていないということで話題には出なかったそうですが茂木さんが言うにはですね パーティー開催の自粛が根本的な解決策だとは思っていないと認めています会合では今回の会合ではですね自粛期間への言及もありませんでした政治資金パーティーは各派の主要な収入源となっています派閥の活動に影響が出る可能性もあると派閥は所属議員への資金に加え国政選挙で選挙費用を配るなどしていますもともとこの派閥は何のためにあるのかともう派閥なくなったといってもまた派閥が復活というのはなぜかというと この人を総理にしようということで、で、自分を総理にしてほしいということで、こう、あの、まあ、その議員たちをまとめてるんですね。総理総裁を出すための一つのですね、集団であるということなんですが、まあ、昔はですね、その総理総裁に押し上げてもらう代わりにですね、派閥の方から小売代だとかですね、いろんなものが出てましたね。で、そういうものは、 <laughs> 出てはですねちゃんと政治資金収支報告書に記載すればいいものをどうも昔は裏金的にですねもうドバッと私が聞いたのは私が国会議員になるよりもだいぶ前の時代はえ派閥の領収のところに行きますとえ紙袋がどーっと置いてあってそこに何千万円という札束が入っていたとこれを持ち帰るの秘書の役目だったなんていう昔話を先輩議員から聞いたことがあります。 私がいた頃はもう本当にほわずかなも題でしてね、うん、桁があまりにも少ないという状況でありましたが、えー、そして野党はこの派閥パーティーの自粛をしたという自民党がですね、これを批判しています。疑惑に蓋た、す違いだと。えー、12月6日あ、この立憲民主党のです、ね、安住国対委員長は、実態解明をしないまま、のため蓋をするための自粛ではないかと。 えー、そして派閥幹部についてどういうふうに金が流れ、貫流されているのか一切口を閉ざしていると指摘しました。日本維新の会の藤田幹事長は、とりあえず一旦やめましょうとお茶を濁すのならば意味がないと強調したということです。えー、共産党の国田国際委員長はあ、パーティー禁止が必要だ。求められているのは洗いざらい、事実を明らかにすることだと、えー。国民民主党の古川国対委員長、 自粛すればいいという話ではないと疑問を呈したということですそしてですね、報道各社が松野官房長官に説明を要請したというニュースもあります内閣記者会に所属する報道各社は12月6日自民党安倍派の政治資金パーティー権収入をめぐる問題について同じ安倍派にいる松野官房長官に対し記者会見で説明するよう書面で申し入れました。 松野氏は官房長官として原則1日2回ですね、首相官邸で会見を行っています。が、資金問題に関してはですね、政府の立場として答えは控える。これ、党の話なんで、政府の立場で、官房長官としての立場では答えられるものではないということで、説明を拒んでいるわけですね。松野氏は、2021年10月までの年間、約2年間は、この派閥の事務総長も務めているということで、当事者そのものだったことがあるんですね。 日本維新の会の藤田幹事長はですね、松野氏のこの対応について、政治全体の信頼を維持することにもつなに欠かねない公の場で何らかの説明をするのが当然だと指摘したということです。橋本徹さんも発言をしています。十二月六日日本日テレ系のですね情報ライブミヤネ屋で氏に出演しましてこう言ってます。チェック機関がないんです。政治資金規制法は総務省所管なんです。 総務省がちゃんと使い方をチェックしているかというとしていません。総務省は報告書が展開されるまでそ,そこまでだと、えー。我々納税者は収入を偽ったり経費を偽ったりすれば国税だ。すぐ調査してきてものすごいペナルティがあって僕らが脱税なんかやったら表の仕事なんて全部なくなりますよ。ところが政治家には強力な調査機関がなくて最後の最後になって検察が出てくるわけですとおっしゃったそうですね。さらに政治は舐め切ってます。政治家は舐め切ってます。 領収書のいらないお金が多すぎる。とにかく、我々は何かあれば領収書なのに、政治資金だけじゃなくて、旧文通費もそうですけれども、いろんなところでの領収書のないお金に慣れきっている。とにかく収支を明確化して書類を作ろうという気構えになっていない。今回の収入,収入を落としたことなんて、脱税事案としては幼稚園児レベルですよ。手口が幼稚園児レベルですよ、と。 え簡単に明らかになってしまいますよと。本来なら国税が目を光らせているんだけど、総務省の管轄だから、総務省が何にも調査しない政治家は好き放題やるんですと。と語ったそうです。また、総務省管轄については、の件については、国民の皆さん、ちゃんと見て監視して、あとは選挙で判断してくださいね。チェック役は国民ですよ。我々、総務省ではないんですよ。というのが総務省の立場なんですよと説明したと。 いうことですね、確かの、調査というのはですね、政治資金収支報告書についてはなされませんが、民間の方からの閲覧請求というのは、これは誠実に応じる義務があります。これ結構大変ですよね、応じるのはですね。で、それをもって国民が監視できるツールとして、総務省に政治資金収支報告書の,この閲覧が可能な仕組みがあると。 いいいううこことととになっているということで,す、ね、で、すねいわゆる国税のような調査機関があるわけではないということを、これでは甘いんじゃないかと言っても、でも検察が出てきましたね。検察が目を光らせていますんでね、そんなに甘い考えでいると、こういうふうになってしまうということでしょうかね。そして、この話題として出ているのは、この余波を受けて自民党が選挙で苦しんでいると。東京の江東区長選挙ですね。 これは12月10日に投開票日になりますが、自民党は公明党などと、えー、さらに地域制度、都民ファーストの会との相乗りを選んでいます、えー。4月の区長選の公職選挙法違反事件がありましたね。区長さんがこれで辞めましたね、えー。政治資金パーティーの収入をめぐる疑惑も加わって、二重の政治と金問題で逆風にさらされているという状況です。えー、都内では9月の立川市長選などで自民党の苦戦が目立ちました。 今回、都民ファーストの協力関係を築いたのは自民党の苦境を移しているという報道されています次期衆院選で東京での選挙区勝利を狙っているのが日本維新の会ここが足がかりをつかみますと代表での東京に波乱が生じかねないと区長選は公職,法公職選挙法違反の疑いで東京地検特捜部の捜査を受けた木村弥生前区長の辞職に伴うものであります 事件に絡んで衆院東京15区選出の柿澤美斗さんが10月31日に法務副大臣をすでに辞任しています、えー、この木村さん側にですね前区長側にネット広告の利用を提案したとされておりましてさらに区議たちに、えー、区会議員たちに現金を配った疑いも出ているこれは前にもこのニュースは取り上げました、えー、今年2度目の区長選になりますが5人の新人がいずれも無所属で出馬しています 元都庁職員の大久保さんという方は自民公明国民民主の3党とトミーファーストが推薦しています自民党は11月に独自候補の擁立を見送ってこの大久保さんの推薦を決めたということです自民党と都民ファーストは都議会の <coughs> 会派の人数で並んでいます小池百合子都知事とつながりが深い大久保氏の推薦にはです、ね、この逆風からの立て直しを急ぎたいという自民党側の思惑が透けて見えるというふうに報道されています えー、この大久保さんはですね都民ファーストの特別顧問を務める小池百合子都知事と並んだ写真を使用する、えー、などですね連携を前面に打ち出してまして小池さんと仲間ですよというのをアピールするようですね、えー、この小池さんの人気にあやかろうということですかね自民党はですね。でちなみに小池さんはあ、えー、告示日の12月3日に応援演説をして。 有権者に支持を呼びかけたそうです、えー、そして今回の区長選は都内の自公関係の修復も注目されています9月の立川市長選10月の立川市選挙区の都議会議員補欠選挙11月の青梅市長選で自民党公認や推薦候補が相次ぎ敗れました 特に立川市での敗北は公明党が自主投票にとどめたことが響いたとの見方も出て公明党が協力しなかったということで負けちゃったとえーえー都内はですね12月下旬にもですね武蔵野市来年1月に八王子市や府中市で市長選があるということです来年7月には実は小池さんの任期満了による都知事選も控えています 小池さんは対応はを明らかにしていませんが、えー、3期目への挑戦が取りざたされている状況です。えー、その中で、候補者擁立に向けた自民党の動きは乏しいということですね。で、自民党東京都連に所属する国会議員は、厳しい戦いを強いられる選挙が続くだろうと漏らしているということです。 で日本維新の会は全国政党の地位を擁立確立する足がかりとして都内での首長選の勝利を狙っています来年夏の都知事選も独自候補の擁立に意欲を示しているということです維新候補が大阪だけじゃなくて東京都知事選にも出てくるということになるかもしれませんね、えー、さてですねここであのえー、評論家の山崎一さんという方がですね、まあ、ご,ご存じの方もいらっしゃると思いますが こういった今の政治状況政治と金問題をめぐって論評を出してまして、まあ、これも一つの見方なのかなと思われる面があるので若干簡単に紹介したいと思います自民党の主要5派閥が政治と金問題で告発されさらには裏金疑惑まで浮上して政界に激震が走っているとこの騒動は支持率が超低空飛行を続ける岸田政権の致命傷となるだろうと。 というとで,す、ね、で内閣支持率が複数の調査で危険水域とされる30%割の数字を記録したという何度もこのニュースでも取り上げニュース解説でも取り上げています、えー、しかも不支持の比率が高いんですね岸田,岸田内閣新たなスキャンダルがさらにそこで表面化してしまったと、えー、自民党の主要5派閥が告発されなった政治資金パーティーをめぐってですね で安倍派の裏金という疑惑も出てきてるわけですね。東京地検特捜部が捜査に乗り出した。でこの疑惑は二階派でも浮上してですね安倍派と共に裏金となった金額は1億円を超えるのではないかと報じられているということですね。で資金の流れを知っていてノルマを超えてパーティー券を販売した分の資金の管理を差配していたと見込まれるのは派閥の事務総長。 この派閥の事務総長の顔ぶれを見ると今回の事件の影響の大きさがうかがえると松野官房長官、西村経済産業大臣高木国会対策委員長など俗に言われる安倍派5人士の中でも現役の要職にある3人がついている立場なんですね、この事務総長というのはですね。彼らは言いい逃れのしようがない状態にあると えって一連の報道が事実であれば、ですねいずれも政治資金規正法違反であり、ですねえこの政治資金規正法は、不記載や虚偽記載の罰則を5年以下の禁錮または100万以下の罰金と定めています。政治家にとっては、ですねこの致命傷になりかねない事案なんですね、岸田内閣が崩壊するとの観測にもうリアリティが出てきたと。 いいいうにも言われててまますすと彼は論じています山崎さんはですね。で、東京地域地検特捜部がですね、えー、動いたのはですね、でこの方はこの、ここから先はちょっと彼のね、類推、こんな見方もあるということで聞いてほしいんですが、本当かどうか分かりませんが、どうも財務省の意向を受けてるんじゃないかと、財務省の意向を受けて、岸田政権の幕引きに動き出したんじゃないかと。うん、で財務省は増税を決めたいに,にもかかわらず、 岸田,さんが岸田内閣がこれだけ弱体化すると防衛費や少子化対策といった絶好の名目があってもですね彼らが満足できる増税を実現するにはおぼつかなくなってしまっているというふうに認識しているんじゃないかとじゃあ岸田退陣岸田さんの退陣はあるのかどうかとあるとしたら次の総理は誰なのかえそして総選挙はあるのかという話になるのでで以下山崎さんはこう続けてまして。 政治的な黒幕は誰かとこれだけ政治的に影響,の影響の大きな動きを取るにあたって官僚組織のバックに有力な政治家がいないということは考えにくい2人考えられる1人は麻生自民党副総裁もう1人は菅さんだといわゆるキング,キングメーカーの地位を目指す大物政治家がバックにいるんじゃないかと財務・金融方面の親分的存在である麻生副総裁がですね 岸田総理を見放したということが一つ考えられるんじゃないかと麻生派試公会ですねここにはですね国民の人気が高い河野太郎氏がいるんですが河野さんは岸田人事でデジタル大臣に押し込められてマイナンバーカーカドの扱いいををめぐっっててて大きく評判を落としてしまっています麻生さんとしては直接次を狙わせないだろうがいつまでも岸田配下に置いておくわけにはいかないと考えるところではないかと。 書かれてますね、えー、そして菅さん無派閥の立場で岸田総理に対して批判も辞さない存在であると前回の総裁,選総裁選では相当に悔しい思いをしているはずでありこのまま引き下がるとは思えないと、えー、高市大臣がですね少人数とはいえ閣内にありながら勉強会を立ち上げたとそのことから 相互牽制構造で有力総裁首相候補をがんじがらめにしてきた岸田人事のタがが緩み始めたと意味のある行動だったと今後それぞれの有力者が岸田氏と距離を少しずつ取ることによって紐の結び目が緩むように政治的自由度が増してくるのではないかと書いてますえそして各派閥であるいは無派閥で知名度があってパーティークリーンな <laughs> えー、人材のスクリーニングは始まるのではないだろうかと、で今回は一回休まざるを得ない派閥の領収や大物はその次を目指すことになると、えー、菅氏では菅氏が担ぐのは誰だろうか、注目の見るところ、いずれも国民の人気が高いとされる小泉進次郎か、石破茂だろうと、えー、そしてこの状況で解散総選挙があるのかどうかと、むしろ早くやるべきであるという理由があるとしています。 この方の読み筋は「新次郎氏を立てて自民党を総裁にして彼を選挙の顔にして早期に解散・総選挙を行うというものです」えー「もろもろの利害関係を考えると善悪は別としてこれが最も政治的な理にかなうように思われる,思われ,る思われますと」と、えー、石破さんはさすがに党内に敵が多すぎるのではないかと小泉進次郎氏は、えー、多すぎるのではないかと失礼しました。 しかし菅氏としては持っておきたい駒の一人だろうと石破さんですねで自民党はとにかくゲアしたくありません自民党にとって幸いなのは野党の支持率が上がらずしかも選挙協力が進まないことであるとそのおかげで不人気な岸田総理を人気者の進次郎氏に取り替えてイメージを一新した選挙を行うとですね少なくとも自民党がゲアするような大敗は決しないだろうと場合によっては進次郎ブームが起きるかもしれないと えー、岸,田を岸田を下ろして、新次郎で政治改革ということであれば、有権者の感情的にもかなり満足ではないかと、えー、スキャンダルが続いて自民党全体が不評な中で、解散・総選挙などできるのかという声が党内にもあるだろうが、これは違う、むしろ自民党は早期の総選挙を必要としているというふうに言ってます。 この国の政治には少々の悪事であれば一度選挙を済ませて当選すると、みそぎが済んだと開き直ることができるという風土があると。確かにつらありますね。みそぎを済ませて早くペナルティーボックスから出て発動したいという向きが多いはずであると。で、仮に小泉慎次郎政権ができたとすると、財務省的には満足だろうと。 小泉さんは過去の発言を見ると意外と真財,財務省的でいわゆる財政再建に対しても神話的であると彼の父親の小泉純一郎氏も強い大蔵省とは財務省とは対立せずに大蔵財務省には逆らうなという原則が小泉家の家訓なのかもしれないとまあ小泉純一郎総理は確かに大蔵族的な面がありましたね 郵政と大倉の対立ではもう大倉側に立ってでもこれは民間金融界の側に立ったという面も結構ありますよね、えー、それからのいわゆる徹底的な改革ですねこれも歳出削減につながるものですしとにかく歳出を絞り込むんだということをやりましたただ大倉の立場に財務省の立場に最後まで立たなかったのは自分が総理在任中は消費税の議論もさせないというぐらい。 消費税に蓋をしたということは反オクの面もあったんですけどねええー、さらに続けますええ新次郎氏は妻が有名人であり子宝にも恵まれている少子化対策を名目とした増税の旗振り役には確保の人材だ財務省的には増税1回分の利用価値があると見ているのではないか したがって当初は政権を財務省は支えるだろうししばらくは案外うまくいくかもしれないと山崎一さんはおっしゃっています、まあ、そこまでね財務省がという、えー、考えてるかどうかあのこの間小川栄太郎さんも岸田総理の評判を落としたのは財務省の策略だと言ってましたけれどもまあそこまでかつての大蔵省だったらやりそうですけどね今の財務省はそこまでやるのかなという感じもしますがちょっとそれは分かりませんねこの後輩に聞いておきます えーえー、ただですね、ここで私が一連のざっと、まあ、政治と金をを巡る問題、そして政局、自民党の、まあ、いわゆる、まあ、低空飛行、だからこそです、ね、次の総選挙では私は参政党が選択肢になると、まあ、この参政党のチャンネルではありませんけれども、客観的に見てそうじゃないかと思います。というのはです、ね、今、ついに政治と金の問題にまた焦点が当たってきました。 そしてこの政治と金の問題に根本的に仕組みからこの問題を終わらせることができるのは参政党のような仕組みの政党を作るってことなんですね。どういうことかと言いますと、えー、とにかくあの、えーまあ、国会議員といいますとですね、金がないんですね。えー、であの、もちろん歳費ももらってるし、文書、昔で言う文書通信、交通通信費も月100万円もらってますが、それでも足りないと。 えー、まあ、地元の対策ですよね。何と言っても。で、地元に選挙事務所を置かなきゃいけない。そこには人も雇わなければいけない。その他いろんな活動にお金がかかっているということですね。で、やっぱり選挙でお金かかりますから、選挙のお金も蓄えなきゃいけないというふうに言われています。えだ、ー、い大体あの小選挙区で立つには、大体3000万ぐらい用意しなきゃいけないと。で、2年とかそれぐらいの時間をかけて、地元の開拓を新人なんかしなきゃいけませんしね。 え、講演会を作ったりしてですね、とにかく自分で当選してこい、いわゆる自民党は自分党と言われる政党なのものですから、え、お金を集めることに血まなこになってるわけです。で、まあもちろんそうなりますとね、え、企業団体を、まあパーティー権を買ってくれるところっていうのはですね、もう頭が上がんないですよね。そうしますとどうしても、え、この、予算の中の一部がそういうところのお金になるような、 まあ、いわゆるキックバックみたいなですねそういうような仕組みを裏で作ったりとかですねそれで中抜きが起こってしまったり利、まあ、権の側を向いてしまう政治をせざるを得ない仕組みがそうなっちゃってるとどんなにその国会議員が志が高くてもその仕組みの中で生きて,生きていかないと国会議員としての議席を維持できないというそういう仕組みに置かれてしまってるという気の毒な存在なんですね。 で、ここから、ね、議員をもっと解放して、本当の政治に携われる議員を作るにはどうしたらいいかということを考えて参政党を作りました。で、参政党はどこが違うかと言いますと、えー、まずあの、選挙の時に、やっぱりあの、いろんな人にボランティアでやってくれと言っても、やっぱりボランティア、純粋なボランティアでやってくれる人が限られてますよね。もちろんやってくれる人もいますけども。ところで、そこでやっぱり何らかの形で報酬見返りを与えるということをせざるを得ない。 えー、そこでままお金がかかりますよねでその時に参政党の場合は党員が全部活動してくれますし、えー、党員が自分で投票を払ってお金を払って時間を使ってですねもう全国各地で毎日のように一生懸命,一生懸命やってくれると、えー、つまり、えー、そういう活動を党員がやってくれるんですねボランティアで、えー、そこがまず大きな違いがあります。 賛成党の場合は、まあ、現時点でどういう仕組みを取っているかといいますとご案内の方も多いかもしれませんが党、えー、費と寄付金で集まったお金をです、ねえー、各候補者にこの、えーまあ、公認料で例えば300万必要だったら300万全部出してあげてさらに、えー、プ,ラスあプラスで,です、ね、活動費を与えると。 でもその額はですねいわゆる小選挙区で3,000万円かかるという額に比べてはるかに少なくて済んでいるでその分ですねやはりこの党員がこのボランティアで支えている部分がなんですねだからこういう、まあ、いわゆる党員が主役の政党を近代型政党っていうんですが、まあ、それをせっかくこの作ったんでこれを潰したらですね日本の政治はいつまでもこの金の問題がついて回る。 まあ金がかかる仕組みになっていること自体、選挙のあり方がですね、そこを変えない限りどうしようもないんですねで。ですから、これだけですね、政治と金の問題をメディアが騒ぐんであればですね、もうちょっとこの三政党みたいな、こういう新しい仕組みをできたね、政党ができたってことをもっとメディアは正面から取り上げて、国民にしてもそういうことをしてくれないかなと思いますけどね、不思議とメディアが取り上げないんでですね、こんなに話題性のある政党だと思いますけれども、の別の意味で、今の話題じゃなくてですね、 さて次のニュースですがこれも自民党を悩ませている問題旧統一教会岸田総理が2019年にギングリッチ元アメリカ下院議長と面談した際に旧統一教会の友好団体のトップらが同席していたとされる問題が今糾弾されていますでギングリッチ氏が取材でこう言っているんですね トップらの同席は事実らと、友好団体のトップら、つまり統一教会のトップらの同席が同席したのは事実だと認めていると。で、この友好団体トップらもですね、それぞれ岸田氏と会話を交わしていたということで、当時撮影したという写真も提供したということです。岸田氏は自民党政調会長だった2019年の10月。 ギングリッチ氏によりますとこの場に旧統一教会の友好団体であります天中平和連合というですかね UPF ジャパンのトップであります梶栗、えー、議長 UPF インターナショナルの会長でアメリカの兵団の元会長マイケル・ジェンキンス氏が同席していたということですまああの岸田さんはどなたに会ったか全然覚えてないと。 言ってまたそれが非難されてますがただの政治家っていうのはあの毎日たくさんの人に会いますし連れてきたお客さんもうその時何人か連れてきますよね誰かと会うというのは分かっていてもですねでそのお客さんの一人一人どういう人だったのか記憶に残らない場合が圧倒的に多いですよねあまりにもたくさんの人が会っているのでだから別に岸田さんが嘘を言っているとは私は思いませんけれどもただこの問題もですねなんでこうやってですね 宗教団体の人と会っただけで問題になるようなふうになってしまったのかということをここの根本のところを考えないと意味はないと思うんですね。私はあのこの問題について詳しく知っているわけじゃありませんが、ただから私の知っている範囲で言いますと、この選挙の時にボランティアで献身的にやってくれるっていうのは宗教団体ですね。特に保守系保守系の宗教団体がバックアップしたりしてくれるんですね。で。 えー、例えばポスター貼りとか焼紙貼りっていうのは大変ですこれですねポスターはできれば工事日のその日に全部貼り切るんだともう何,何千箇所とあるポスター何百箇所ですかねもうそういうところに貼るっていうのは大変なことですね。でこれをですねボランティアでやってくれるあるいは焼紙貼りも徹夜でみんなで貼るわけですねビラなんかにですね、えー、でそうしますとねやはりあの 集会のの時にです、ね、挨拶の一つもせざるを得ないわけですねでだからといって何か不透明なお金が動いたりとかあるいは利権が発生しているって話は私は過分にして知りませんしかし選挙のあり方がそうであるからこういう宗教団体との関係の問題ができてしまったというところに大きな問題根源が私はあるように見えます でこの問題も参政党を解決しているわけです言うまでもなくこういうのはボランティアでやってくれるというのは全部党員がやる,やるもんですからもうその日のうちに公示日のうちにポスターを張り切るとかですねいくらでも皆さん党員のあ努力のおかげで実現できているわけですで,ですからやっぱり新しい政治のスタイルというものに我々参政党は答え出してますので、えー、それをもっともっと知ってほしいなという気がいたします、えー、そして次に政策の方の話題に転じたいと思います 定額減税の話がありますね。定額減税。年収2000万円以上で、えー、この所得制限というのを設けると、えー。納税者本人と配偶者らを含めた扶養控除、扶養家族が対象なのが定額減税です。一人当たり所得税3万円、住民税1万円を納税額から差引きます。4人家族の場合は16万円の減税になるということになります。 え政府は定額前減税の目的を物価高対策としていましてえ自民党内ではですね高所得者を対象にする必要性は大きくないという声も出ていましたえ国会議員の歳費というのはですね大体2100万円程度なのでそのぐらいの水準自民党税調はこれも踏まえて所得制限の水準を決めたい考えだそうですえ少子化対策の財源の話も出てきました 医療・介護の3割負担を拡大するというニュースですね異次元の少子化対策の財源確保策の一つ社会保障の歳出改革に関して政府は2028年度までに実施を検討する具体的なメニューを盛り込んだ改革工程の素案を示しました医療・介護では現役並みの所得がある高齢者について窓口負担や利用料を3割負担とする その対象の拡大を検討しているとで支払い能力に応じた大納負担の仕組みを一層強化しようという方向ですねで一方で、えー、医療保険料と合わせて徴収します支援金という制度これ支援金は過小だそうですがについて政府は、えー、26年度から始める方向で調整に入ったということです、えー、少子化対策は年3.5兆円の事業規模になってまして 規定予算の活用、支援金、改革工程での年出というもので、この3つで、この政府は段階的に実施する充実策がこれで出そろうことになると、2028年度までに財源を確保するという考えしそうでして、この3つにそれぞれ1兆円程度、見込んでいるということです。改革工程というものですね、各項目の実施時期を、1つは来年度、2つは2028年度まで。 3つ目に高齢者数がほぼピークとなる2040年頃までの3段階に整理してその上で働き方医療介護地域共生社会の3つの視点で素案を示したそうです、まあ、これがあの国民負担の増加にどの程度なるのかとな,るな,るのか、まあ、ならないと言ってますが実質ならないようにすると言ってますがじゃどうなのかということをです、ね、国民にあの分かりやすく示してほしいものですね。 それから、税の面でもう一つ、扶養控除の縮小が行われます。しかし、扶養控除というのは、いわゆる税金所得税を課すベースとなる所得から殺匹の控除って言いますね。扶養者がいれば、その分所得から殺匹ということになるんですが、これを縮小すると増税になるはずなんですけども、それでも全世帯がプラスになるという話があるんです。これ何かと言いますと、 高校生の子どもがいる家庭の,この扶養控除の縮小今私が言ったのはこの話なんですこれについて児童手当の拡充分というのがありましてこれを合わせると全世帯で差益が出ると政府が試算しているということです世帯の所得に応じて差し引きで3.9万円から12万円のメリットが出るそうです児童手当の支給対象を今回高校生まで広げると。 ともに政府・与党は来年度の税制改正で高校生を抱える家庭の所得控除額を1人当たり年間38万円から25万円に住民税の場合は33万円から12万円にそれぞれ控除の額を引き下げる方向ですで一方で高校生への児童手当支給額は原則月1万円、えー、年間で12万円になる見込みだ,になる見込みだそうです で、資産ではですね、夫婦のどちらかが働き、高校生の子供が一人いる家庭を想定しまして、工場を縮小しても、えー、児童手当の支給分を合わせますと、給与収入が240万円から550万円、558万円の家庭では、現状に比べ9万2千円、558万円から752万円では8万6千円、752万円から1160万円では、 7万2千円の歳益が出ると、プラスになると差し引きでですね、ということですね。現行の扶養控除を維持しますと、15歳以下の子どもと比べ、高校生に対するですね、支援だけ手厚くなるので、政府与党は、この縮小する方向で検討を進めているということです。扶養控除の方で調整してですね、あまり高校生に対する支援だけは手厚くしないようにしようと。 それからの、えー、もう一つですね、これは企業経営者にとっては関係ある税制の改正なんですが、後継者なんだと、中小企業ですね。だから M&A をしやすくしようと。 政府与党は来年度税制改正で中小企業の M&A 合併買収に関する税負担を軽くし、後継者不足の問題の解消につなげようとしています。買収した株式取得額の最大100%を税務上の費用に参入できる、損金に参入できるようにします。 中小企業を M&A した場合に株式取得額の70%を損金算入できるのが今の税制ですが、その措置を拡充するということです。中小企業同士の M&A ではですね、1社目の70%、2社目は90%、3社目以降は100%を損金算入できる方向で調整をするということです。中小企業同士の場合ですね。 現行制度では損金参入した準備金については5年後から課税される益金に5年間かけて均等に繰り入れる仕組みになっています経済産業省は益金に繰り入れるまでの期間を5年から20年に延ばすよう求めているそうです政府が中小企業向けの M&A 税制を創設する背景にはですね中小企業の深刻な後継者不足があります 中小企業庁の試算ではです、ね、平均的な引退年齢とされます70歳を超える中小の経営トップは2025年までに245万,24万人になるそうですうち127万人が後継者が未定であるということです M&A が進みますと後継者不在でも事業が続けられるということですでここで注意しなきゃいけないのは、えー、この M&A をですね外資にされたらこれ 元も子もないんですね。これ、外資がもうどんどん乗り込んでこないような、何かそういう配慮も必要でしょうね。後継者、事業を継承するのは大事なことなんですけれども、やっぱり国内できちっと日本の技術として、日本の会社として存続させていかなければいけない。日本人が主,えま主体となったですね、国民経済を作っていく上での配慮ではないかなと思いますが、必要ではないかなと思います。 えさて、岸田さんがですね、内閣支持率がずるずると下がっていて、お得意の外交でなんかクリーンヒットが出ないかということをお考えかもしれませんが、イスラエルのネタニヤフ首相と岸田さんは電話会談をしたというニュースがあります。12月6日、ネタニヤフ首相と電話会談、ガザ地区でイスラエルとハマスの戦闘が起きて以降、ネタニヤフ首相との電話会談は初めてだそうです。 この会談で岸田さんはですねハマス等によるテロ攻撃を断固として非難するとした上でですね民間人の犠牲者が増え続けることは避けるべきであり事態の早期沈静化民間人の被害の最小化及び国際人道法を含む国際法の遵守が重要であると働きかけたということです。とににかくあの日本はですね第二次世界大戦の時に これはもちろんナチスによるユダヤ人殺害とかも今まで何の戦,闘戦争とも関係のない民間人が戦争で殺されるというのはです、ね、これは国際法規に違反してるわけですね。でこれが第二次世界大戦の後全然守られていなくなってしまって日本もその犠牲者でありますね。東京大空襲ももああれば広島長崎の原爆もあるわけですでそういう本当はやってはいけない戦争でやってはいけない向こうの民を殺してはいけないと。 いうこの犠牲を被った日本としては、やはり戦争というものについては、この民間人の犠牲者を出してはいけないということを常に言い続けていくということではなかろうかなというふうに思いますね。さて、この次に安全保障の関係なんですが、装備品の輸出ですね、公明党が混ぜ返すという見出しの記事があります。これはですね防衛装備の輸出拡大策 これを与党が検討してきたわけですがその与党の作業部会は12月6日年内合意を目指している協議の終盤で公明党が慎重な姿勢に転じたということです防衛装備移転三原則の運用指針は共同開発品の輸出をめぐりまして日本は共同開発した相手国にしか送れないと定めています えー、相手国が第三国に出す場合は日本の事前同意がいるというふうになっています、えー、自民党はですね日本から第三国への供与も認めるべきだと主張しています、えー、2035年の配備を目指しているイギリスやイタリアとのです、ね、次期戦闘機を想定していまして、えー、東南アジアなどの同志国へ送ることで中国への抑止力を高めることを狙っています ところが公明党は12月に態度を急変させてししままいました石井幹事長が12月1日の記者会見でこれまでの在り方を大きくはみ出すと今や検討している内容はですね慎重であるべきだと語ったということですねまた山口代表もですね意思決定したたこととはないとついつそうです7月にまとめた論点整理というのがありましてそこではですね えーえー、第三国の一層認める意見が体操を占めたと記されています。なのに、えー、公明党側は今さらちょっと今態度を変えてきているという話なんですが、態度が硬化した背景をめぐって憶測が飛んでいます。公明党内から、公明党内からはですね、えー、イスラエルとハマスの衝突などを受けてですね、紛争に使われかねない印象が支持者で強まったという意見が出たりしていると。 本当でしょうかねと思いますけどね、えー、公明党は支持母体の創価学会の意向に敏感でもあります、えー、平和の党を掲げて公明党を創設した池田大作名誉会長は11月に死去したばかりであります作業部会の自民党メンバーは平和の党の看板を保つために急旋回したのではないかと推測しています 池田氏は中国共産党,の党との友好関係を重視しました山口代表は11月に北京で中国共産党の指導部と会談しまして政党間交流の再開を目指すと確認しています中国共産党は日本の防衛力強化を批判してきましたどうも嫌ですねこ,のこういう記事を見ますとですねで公明党内には岸田の総理の考えが見えず合意を取りにくいとの声も広がっているようです 山口氏は首相が具体的に要請しないため作業部会の議論が決着していないんだという認識を示しています自民党派閥の政治資金問題が続出しまして公明党が自民党に強く出やすくなったという受け止め方が自民党側にはあるそうです 公明党の幹部は、国際共同開発品の制度緩和に関し、年内合意の内容に入るか微妙だと記者団に話したそうです。協議が不調なら、次期戦闘機は日本だけ第三国に出せないことになります。で、この調整を優先するためにですね、五類計拡大の結論、あとは言いますけども、これは五類計は何かということですね。2024年に持ち越す見通しだそうです。 で、イギリスは第三国に送る際に必要な日本の事前同意を円滑に得られないではないかと疑念を抱いています。イギリス企業は公明党議員に対して日本から第三国に出せないと次期戦闘機のプロジェクト自体の国際的な評価が落ちて関わっているイギリスやイタリアの企業の価値も下がると告げています。日本に工場を置く企業に生産を頼めなくなるとも伝達しているそうです。 また日本国内の防衛産業も困惑しているようです、ある大手企業は、第三国に遅れないと採算が見通せないと思われているということですね。で、この公明党の対応を見てますとね、中国とつながって日本が強くなることに与党の中で足を引っ張っているということですね、だからこの枠組みではです、ね、やっぱりもう国を守るというこの危機においてです、ね、勇気づまってるんじゃないかと。 えまあ自民党がこれからつい先ほど角田隆史郎さんと対談をしたでそのうち配信されると思いますが彼が言ってたのはもう岸田さんがもうダメになってそしてえ総理が変わって茂木さんになるんじゃないかと茂木さんのもとで解散・総選挙を打って惨敗するんじゃないかということを言ってましたがまあこれを機にですねあのいわゆる国をきちんと守っていこうとする自民党保守派高市さんとかですね あるいは日本を主党とか賛成党とかそういったところが一致団結していくようなそういう流れを作っていくべきではないかというふうにおっしゃってましたがしかし公明党と組んでいる自民党である限りはですねやっぱりこの自民党では限界が構造的にあるように思いますねどうするんでしょうかという話になると思いますこんな論評が出てますこの防衛装備品移転について首相の出番だとこれは元陸上幕僚長の岩田さんが国旗圏に書かれている内容です 自民党のワーキングチームではです、ね、この座長を務める小野寺元防衛大臣がです、ね、共同開発・生産は半ば同盟と同じ意味がある NATO との協力関係強化は東アジアでの抑止力強化にもつながるという認識を示してです、ね、第三国移転容認に向ける議論をまとめてきたと小野寺さんがですね で昨年12月に議決定された国家安全保障戦略にもですね、装備品の海外移転は、我が国にとって望ましい安全環境保障環境の創出に寄与するとの記述があります。あると。えー、公明党が態度を硬下させたのは平和の党を支持者にアピールしたいためだろうが、これで年内を予定していた PT、WT ワーキングチームとしての報告書提出に黄色の信号が灯ったと。 輸出できる装備品は現在、あの5類型、これ言いますと、救難、輸送、警戒、監視、総会の5類型に限定されていますが、類型を拡大すする方向となっています自民党は当初、類型を撤廃して、殺傷能力のある装備も輸出できる案を出していましたが、これまでの議論で、防空、そして海洋安全保障関連の装備を拡大対象にしたい意向を示してきたわけです。 一方の公明党は対象の拡大には応じていますが、それでも教育訓練とか地雷処理にとどめるべきだとしています。かなり隔たりがありますね。防空のためのミサイルや掃海艇搭載の機関法が人を殺傷するとの認識なんですね。認識なのだろうと。人を殺傷する可能性が少しでもあれば平和につながらないという考えだろうが、自分の国だけは直接殺傷行為に関わりたくないという一国平和主義と移る。 えー、公明党の先祖返りにより、与党調整がここまで迷走した以上、結論を出せるのは岸田総理一人しかいない、速やかに自公・党首会談を実施し、首相としてのリーダーシップを発揮するときだということなんですね、やっぱりあの岸田さんに問われているのは、この間の、小川栄太郎さんがこのチャンネルで対談しまして、今、岸田総理のアドバイザーを務めている立場で、ガンバー保守層の期待に応えなければ、政権崩壊すると。 え、安倍さんの路線を明確に継承すべきだと、去年の参院選終わった後、そうアドバイスして、もう岸田さんは分かったということで、それで進んで決然と進んでる。だから、え、原発再稼働もすぐに決めたし、それから安保三文書43兆円の防衛力の強化、え、そして、え、憲法改正もやるよと言ってますよね。え、やつぎ場合に保守が喜ぶ政策を出している。にもかかわらず、保守層が叩いてる、これ一体何だというふうにおっしゃってましたが、叩いてるのはやっぱりですね、 これやっぱり岩盤保守層をとどめたいがゆえに自分の信念とはなくてやっぱり上っ面で上っ面だけでやってるんじゃないかという疑念があるんですねでそれが証拠に LGBT のあの法案を推進しちゃったとやっぱり彼が思想的に信頼に足る保守思想を持ってそういった理念を持って政治をしているということが見えないというところが大きいんじゃないかなと思いますあのこの防衛装備移転のこともですね 公明党との関係をどういうふうにするか、これはちゃんと乗り切らないと、ますますその疑念が強まるように思われますね。そしてですね、あとあの生活に関連する話題として少し出てきているのが、先ほど高校の高校生がいる世帯に関する税金の話しましたが、高校無償化というのをですねえ東京都が決めたそうですね。 都内在住の高校生を対象にした授業料女性の所得制限を撤廃してですね、私立校を含めた全ての高校授業料を実質無償化する方針を東京都は固めました。2024年度からすると、どうすると、教育費の負担を減らし子育てしやすい環境を整えるということです。東京都などによると、年間の高校授業料は都立校で一律約12万円、私立校で学校平均約48万円だそうです。 東京都などは現在、年収910万円未満の世帯に対し、これらの額を上限に授業料を助成しています。しかし、物価高騰などで年収910万円以上の世帯も経済的負担が増えていると、授業料が高い私立校が、都立校よりも多いのが東京であり、そういう東京特有の事情も踏まえて、東京都は所得制限の撤廃を決めたということです。 昨年度の助成対象は19万人で、今回の所得制限撤廃で少なくとも約12万人に対し、計400億円超を新たに助成する見込みだそうです。この授業料の実質無償化も都議会の公明党が求めていたものだそうです。 まあ、教育無償化って今非常に早いですね。これは医師も言ってますし、そして国民民主党も言っている中で、今回、教育無償化を実現する会という前原誠二さんが、この国民民主党から立党した新しい政党を5人で作ったということで、まあ、教育無償化は世の流れですね。まあ、余裕のある自治体はどんどんこうね、できているんでしょうけどもね。まあ、国のレベルでやろうということだと思いますね。その財源としてよく教育国債というのが、 国民、えー、民主党なんかでも出てきていますね、えー、で、この話は私も玉木代表と昔対談でしましたがでも教育国債よりもっと広い投資国債ということをマツダプランでは考えています、えー、将来に向けた投資であるこれ人材への投資でそうですねその他にも知的財産に対する投資であるとか国防も国家を永続させるための投資であると考えていけばこういったものはいわゆる建設国債の原則に当てはまる 今は公共事業の建物や施設、インフラといったもの、目に見える実物のものにしか投資認められていない国債発行対象を批判を広げようと、無形資産にも広げようという大きな枠組みの中で,で、しかも将来的なマツダプランによって、仕組みの借金が国民が使えるデジタル通貨に変わっていくという大きなプランの中で、どんどん教育の関連の 予算を充実させようという方向はマツダプランがあればこそ確実に着実にできるんじゃないかなというふうに思いますえそしてあと経済に関してですね円安で料金が2倍以上これはあの海外旅行です コロナ禍で落ち込んだ日本人の海外旅行が回復していないというニュースです JTB が12月5日発表した年末年始の旅行動向見通しではですね海外への旅行者数はコロナ禍前の2019年度の7割程度にとどまるようです、えー、羽田空港では外国人の姿ばかりが目立っていると、えー、そして2000今年110月の出国日本人数は764万人 コロナ禍前の2019年の日との比、比較で見ると54.3%も減っているままなんですね。そして急回復している在日外国人客の勢い、これとは対照的なんですね。JTB の推計では、この年末年始の海外旅行者数は58万人で、前年度の2.6倍、前年に比べれば2.6倍ですが、2019年度比では30%減であると。 いうことですえ、海外旅行の回復の遅れは円安が要因だと言われています。1ドル110円前後で推移していた19年から円は40円程度も下落していますえ、旅費は行き、先によってはコロナの前のコロナ禍前の2倍以上かかっているという話もあります。パスポートの保有率も日本人では低下しているということです。海外にも行けなくなっちゃったのと。 えー、そしてですね、えー、国内はコロナ禍前並みまで戻っているようですが、海外は円安でいけないと、まあ、そのお金がすごく減ったというよりは、やっぱり円安で、海外が高すぎるということですね、じゃあ、この円安についてはどうするかという、まあ、金融政策が大きな影響を与えていると言われますが、日銀、金融正常化へ、地固めという、こういう見出しのニュースがあります。えーまあ、日銀がですね 今の異次元の金融緩和を続けている限り、円安は続くだろうと言うんですが、しかし、異次元の金融緩和の中で、私は緩和基調は続けながらも、一方で、円安につながらないような微修正というのがいくらでもこれ、できるような気がしますえで。で、まあ、マイナス金利の解除というのが視野に入り始めたというニュースなんですね、今回出ているの。 日氷の良蔵副総裁、これは私の財務省の後輩でして、なかなか優秀な人物で、非常に率直な人間ですね、この人が率直に語ったことがニュースになっています。12月6日に講演で言ったことらしいんですが、日銀が金融正常化に踏み切った際の経済への悪影響は比較的少ないとの見方を示したと、状況をよく見極めて、出口のタイミングや進め方を適切に判断すると述べたと。 えー、マーケット側ではですね来年の前半にも日銀がマイナス金利を解除するという見方もあるようですがじゃあ日比野敷氏は何を言ったかというと家計については収支が改善しつつあるのではないか金融機関の経営については低金利が続く環境に比べれば金融機関経営はずっと成り立ちやすくなるとつまり金利が上が上ると。 利財が取りやすくなりますから、ですねえでまた企業については、借り入れが多くて手元資金が少なかった時代に比べると、金利の上昇の影響は限定的であるという見方を示したと、異次元緩和の開始以降、日銀副総裁が出口を迎えた際の経済への影響を具体的に示すのは異例だと報道されています。 日見野氏は記者会見で出口ということが起きた場合についても考えられる点は考えてみようということで申し上げたと彼ら,彼らしい <laughs> 出口の条件となる物価2%目標の達成に向け好循環が少しずつ起きているそれなりにしっかりとした賃上げが来年度も続く可能性はそれなりにある全部青信号ということはないどこかで判断することが大事だと。 まあ彼が発言している背景には日銀のムードが徐々に変わりつつあるということがあると大規模な金融緩和の継続を求めるリフレ派の足立委員も11月にこう言っているそうでして物価の先行きはより上振れリスクが高い <coughs>、えー、価格競争が優位だったデフレ環境が大きく変わりつつあることを示唆していると認識を示したと6月のではこの方はこう言ってたんですね長い目で見た場合下振れリスクの方が大きいと えー、いいことですね、えー、だからあの今もまだ出口政策だから言い方が変わっているわけなんですがまだ出口政策の議論を行う段階にはないと慎重姿勢を示しながらも、えー、物価への見方は変化しつつあるとこの方もですね、えー、日銀は現在10年に及んだ一元緩和の総括を進めています、えー、市場関市場ではですね来年前半にも日銀がマイナス金利を解除するとの観測が広がっていまして 日銀が正常化に向けた地ならしを進めつつあるとの声が聞こえるということです。まあマイナス金利というのはこれ異常な事態でして、日銀あの銀行が日銀に預けている日銀当然預金の金利はマイナス0.1%とと預けているとだんだんメベりしていっていくというですね。本来金利ということにあってはならない現象がついているわけですね。だからこれを解除することぐらいはですね、まああの緩和基象の中でも、えー、あっても全然おかしくないように。 思いますし、これをもってですね。この経済が急激に金利が上昇して、大変なことにな、経済が大変なことになるということでもなかろうと。しかし、市場に与えるメッセージ、シグナルとしては大きな効果がありますので。まあ、あの、まあ、円安防止にはですね、有効かもしれないということではなかろうかと思います。以上、まあ、あの、政局の話から経済の、金融政策まで。かなり後半に及びましたが、最近の日本の国内経済情勢について、解説をいたしました。ありがとうございました。